ホリエモン学校を開催させていただきます。で、相手の反応を見ながら話のネタを変えてきてるんですよ。だからそのネタの引き出しが1個じゃない、山ほどある。僕もインターネットの最初商売やってた時、ネタの引き出しっていうのをいっぱい持っていて、相手の人が何を聞きたがってるのかっていうことについて、こうあなんか退屈しそうだなと思ったら次の話を始めるっていうことをやってました。例えばそのインターネット その技術の話をしていたりとか、あるいはすごく金儲けしたがってるような人たちは、いや今だったらこういう感じでインターネットでを活用したら儲かるんじゃないですかとか、まあ、あるいはその単純にこう新しいもの好きで夢がある人みたいな人には、いや今はなんかちょっと効果ないかもしれないけど10年後はすごいことになりますから今から投資しておいた方がいいですよとか、まあ、あの人によって興味の対象というのは違いますから、人とこう話すことによって相手が何を求めているのかっていうのを気づいて、出だしの中からそれを出していくっていう話が大事です。だから普通の人は知らない話みたいなのが好きだから、そういう話を必ずしてくれるんです。また商売人っていうのはそういうこうみんなが気づかないところに気づいて、そこをできるだけ安く調達をして儲けるってことをやらなきゃいけないですから、そういうことを僕は知りたいことを彼は知ってるんで、そういう話をしてくるわけです。でも普通の人にはあまりそういう話をしなかったりするんですけど、それは選んでるんですね。もう彼はなんか引き出しとしてすごいいっぱい持ってて、それが彼の商売に中で役立ってるかっていうと、彼個人はそんなにもしかして役立ってないのかもしれないけどとりあえず僕に営業するとか、僕にこう引っかかるっていう意味で言うとすごい役立った。世の中ってそういうこうお話ってのはいっぱいあって、その引き出しをとにかくいっぱい持っておくっていうのは非常に大事なことなのかなと。自分たちの商売だけじゃなくて、そのコアの部分だけじゃなくて、その自分たちがやってる商売の周りにあるような、その接点となる話っていうのをどれだけ持ってるかっていうのはすごく大事なことなのかなというふうに思います。でこれ必ず、これにて終了でございます。いらっしゃい。これにて終了でございます。いらっしゃい。これにて終了でございます。いらっしゃい。